さあどうもエフラクチャンネルの米安です。あ、そうどうもエフライフチャンネルの太郎たか安坂です。大丈夫ですか今日は。3、2、1だーだだは命だって感じ。あんまりこうフル加速感を出すとね、多分よろしくないんだと思いますから。はい、見えたんとこ隠しとけばいいんじゃないですか。隠しといてもね、わかるやろ、わかるやろということで。ツノダピンチ、マルコとホーナー揃ってローソンを大絶賛。いやーよかったな、ホーナー君、ローソンは。そうですね、マルコさん。そんなちょっと全然グリッド広角で広報スタート19位からローソン10代ごぼう抜きの、大激走で、はい、9位入賞、はい、見ての通りパーフェクトだったと大絶賛。一方角田選手は外れ戦略だったとはいえ痛恨のスピンで、大きく心象を下げたとあれがなかったらな、いらなかったら、って思われた方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。でもまあ世の中怖いな、恐ろしいなっていうね、まあ、確かにその記事が踊りましたよ。もう、ローソンすごい、ローソンすごいって、でマルコさんがこう言ってる、トマさんがこう言ってるって、まあでもそれ全部翻訳記事やろっていう聞いたんかい自分の耳でっていう、マルコさんとホーナーが絶賛してたって、いやそれ今日のローソンどうでしたって言われたら、いや素晴らしかったねって言うでしょ、それは答えなかったらおかしいですもんね、で素晴らしかったってそれは言うよねっていう、だって9位入賞してるんだもん、だからそのまで自分がその立場だって、そのね、メディアに目の前で今日のローソンどうでしたって聞かれたのに、いやー、角田がねって言わないよねっていう、ローソンって聞かれたから、ローソンは良かったよね、って言ったことが、大絶賛。それがまたこう文字になった時にこの読み手、読んだ人が、ローソン良かったよねって読んでしまうのか、ローソンすげえ良かったよねって高揚して読んでしまうのか、それによってまたその気持ち、人の気持ちって変わるじゃないですか。それもね、ホーナーがこう入ってくるたり、いやー今日のローソンすごかったなって入ってきてるわけじゃなくて、普通にもう長い囲みの中で、で今日ローソンどうでしたって聞かれて一つ二つ答えてるのがあれですからね。ほとんどはもうノリスとの接触の話とか、接触じゃないけど押し出しの話とか、車がどうかって話してるわけで、普通にローソンだけを絶賛してるわけじゃないですよ。記者の人はこう一日の流れを聞いてる中で、まあ切り取られた部分がまたさらに翻訳記事となって、こう我々の前に、まあ、出てきて、まあ、元記事が読める人、その元の動画がインタビューなんかが分かる人は、ああそうなのね、そうなの、でも分かる人もその人の英語力によって、まあ、また若干変わったりもするわけだし、まあ、ただ残念ながらこの我々太郎さんのような人は、まあ、パッと出てくる、目の前に出てくる記事にやっぱり一喜一憂どうしてもしてしまうっていう、まあ、ところで、まあ、今回も、まあ、不思議なぐらい、その何なんでしょう、その母国のドライバーに対してアンチ民がこんなに他の国でも そうなの？うん、まあまあ、例えば、まあ、チェコ選手、まあ、チェコチェコって言ってて、チェコ全然あかんやんけ、下手こいた時に、その交代や、そう国中でなんか吹き下ろすようなそうになるのか、まあ、そういう人も一部にはいるでしょうけど、なんか角田を吹き下ろしてる人も多分ごく一部なんで、F1 ファンの中でいうと、こんぐらいしかいないんですけど、この人たちが、はい、もう今シーズン、もう苦渋を舐め続けてるわけですよ。角田がもう一生懸命ポイント取っちゃってて、リカルドを圧倒してきちゃったから、もう俺たちがくそーって常に思ってる、でたまにちょっとカナダとかスピンすると、ほら見たことかって言って、で次のレースで角田君が頑張るとまたシューって静かにしてるっていう、黙っちゃうってことね。これ見たことかって言えるタイミングが今年非常に少なかったんです。これずっと我慢してた。だから許してあげて、みんな。今しかないから。今週だけだから。この4日間だけなんで。許してあげて。ずっと我慢してたんです。ああ、なるほど、なるほど。ようやく言えるタイミングが来たんです。今までこんだけ角田君がポイントを取っていい走りしてきたっていうのは、とりあえず今のところはちょっと見ないようにしてあげて、それ見ちゃうとこの人たちもまた言えなくなっちゃうんで、一回スピンしただけでしょっていう、
ポイント関係ないところでスピンしただけでしょって、まあそうなんですよね、もちろんダメなんですよこのスピンは、うんダメですね、このスピンは、うん、あのプロドライバーとしてはやっちゃいけない、うん、ポイント関係なくてもやっちゃいけないんだけど、うん、要するにあこれはこいつは今日はポイントには関係ないけどポイント取れなかったのは戦略のせいだけどでももしレッドブル乗せた時にこんなボンミスをやらかすようじゃダメだよな、うん、要するにうちのレッドブルのシートにはふさわしくないなって思われちゃうわけで、はいはいまあ、そういう突っ込みどころをやっぱ減らしていかなきゃいけない、はいはいはい、パーフェクトなドライバーだなって思わせなきゃいけないんで、うんまあ、そこら辺が、まあ、ちょっと不用意だったかなとは思いますし、うんまあ、状況としては多分あの時追い風かなんかが吹いてて、はいはいまあまあ、周りの人たちもちょっとフラフラしてたし、うん、で周りの人たちはみんなタイヤマネジメントしてるから、うんまあ、1コーナーの飛び込みだって全然マージン残して入ってるわけですよ。あ、そういうことね。で、まあ、それこそあそこはこんな坂道 で、うん、で登り切ったとこだから後ろから来る時もあれば横から吹いてくる時もあるわけですよ。あそこすごい開けてるから、はいはいはい、で実際、まあ、あのデータを見ても風向風向きは結構ぐるぐる回ってるんで、うんまあ、しょうがないかなと思うけどその中で角田君は前のガスリー追いかけてって抜こうとしてたから、はい、プッシュはしてたのは確かだと思うんですよ。でグイギリでプッシュしてるとどうしてもこう思ったのと違う風が吹いた瞬間にやっぱマージン残してればおーっておーおーおーって耐えられるけどギリギリで走ってるとなんか風向きが違ってて変な、うん、車がポーンと突風受けるとフルって回っちゃう、うんうん、制御できない動きをしちゃうと、うん、それだけギリギリで走ってたっていうことだったんですよねあれはね。その例えば10周前だったら全然問題なかった。10周前は全然マネジメントしてたからまだ、はい、あなるほど30周目あたりはまだしたんで、うん、あれの場面はちょうど本当にローソンがまあピットアウトしてきて前で行ってガスリン抜いてってさっさと行っちゃってたから俺も行かなきゃ でまあチームからももう残り周回数少ないからプッシュしろってなってたんで、まあ、あのペースに関してはもうチームが言った通りにマネジメントをしてで途中からはもうプッシュしていいよって言われてプッシュして実際ペース上がってるんでね。だからなんかね、ローソンと比べてハードのペース遅いとかって言ってるけど多分その遅かった何周かを見て遅かったって思ってるだけで、うんうんうん、実際にはちゃんとチームが18周目にピットに来て最後までハードタイヤ持たすにはこれぐらいマネジメントしないとダメだよなって分かった上で指示してるからさすがにそこまでバカじゃないからみんなその辺は分かった上で走ってるんでね、うんまあ、前のガスリーもそうだし角田君もそうだし、うんその中でのペースは速い遅いなんであんまりそのローソンと比べて速いとか遅いって、まあ、タイヤがそもそも違うから、うん、あんま意味でトラフィックの中も走ってるんでね、うんまあ、ローソンは誰も前いない状態で走ってるから、まあ、それは全然あの状況違うから比較はできないと思うけどで、まあ、さっき言った通りプッシュしてる状況で追い風食らってスピンだとは思うんですけど、うん、見栄えは良くないよねって言ったのはそういうことなんですか、うんはいはいだからどうしてもその我々普通にニュース記事を見ているニュースソースを見ている人だけからするとその切り取られている部分マルコさんとホーナーさんが言った切り取られローソンに関して言われているところにどうしてもうーって思うんだけど、うんまあ、角田君がイエスしたら角田良かったねって言われるから当たり前でしょってそんなだから常にそのちょっとしたことでこう我々こう一喜一憂してるから左右されちゃうわけですよね。でも実際今回のレースにおいても、うんまあ、当然チームの人たちはちゃんと2人の走りのデータも見てて、うん、これ単純に立場が逆だったら、うん、角田選手がおそらく同じように淡々と走って前が勝手にどんどんピットインしてって、うん、俺クリエやなっつって、うん、俺ペースいいなって予選失敗したけどよかった、うん、みたいな決勝結局結果オーライだったっていう、うん、それだけだと思うんですよ、ね、でピットインしたらうお後ろにローソンおるな、うん、悪いなっつって今日は今回は俺が当たりだったんだよっつって、うんまあ、ハンガリーグランプリ実際そうですしねっていうだけのことなんだけど、うんまあ、いやだから、うん、すごいその結果しか見てない人は結構いるんだなと思ったけど、うんまあ、それも多分一部のさっき言ったずっと我慢してた人たちなんだろうなと思えば別に皆さんあの応援してる人は普通にまあ頑張れと思えばいいんじゃないですか、うんまあ、でも本当びっくりするわね俺は見たことがこれでするな終わりやみたいなすげえこういう人いっぱいいるんだなとか思っていっぱいはいないんですだからごく一部の人が言ってるだけです、うんねはい、普段ずっとこう抑圧されてた人たちがこの数少ない手のひら返しチャンスに今あの興奮してるだけです、うん、それにまたこう引っ張られてね、その共感したって共感したっていうふうにまたそれを、うん、一般評論家の人のコメントに対して、ね、共感したってつけちゃう人がまたいらっしゃったりするんだね。だからもやもやされてた方は、うんまあ、今一度あの F1 ライブの、ね、切り抜き動画見ていただいたり、はい、プロがねその都度解説、うん、今回の件にも解説、うん、じっくりしてくれてますんで、はい、チャラチャラしたの いない状態でねしてますし、まあ、よりもっと納得されたい方はやはり、うん、あの F1 ライブの本サイト、うん
本サイトって何ですかってやっぱり今でもたまにいらっしゃるので、はい、 F1 ライフっていうF1 の情報サイトがあるんですよ。それを宣伝するためのチャンネルがこの F1 ライフチャンネルなので、はい、概要欄にねリンクありますので、はい、そこリンクしていただくと今回のレース両ドライバーに、ね、起こっていたこと、マルコさんホーナーさんの、実際に話したことをきちっと記事として掲載していただいてますので、それ読んでいただけるときっとああそういうことかっていうね、安堵していただけると思いますので、はい、まあ、やっぱ多角的に見ないとね、この本当切り取られたここだけを見ちゃうと うん、これが全てになっちゃうんだけど、うん、まあ、いろんな角度から見るとああこうだねこうだねでやっぱ解像度上がるので、うん、みんなそのね、ローソン11位から9位、角田10位から14位、うん、みたいな、もうこれめちゃめちゃ解像度荒いわけじゃないですかもうガッサガサの A を見て、うんうんね、あれはフェラーリか、マクラーレンか、あでもアルピーヌも今回はオレンジだったしなみたいな感じなんですよ、うんうん、もう綺麗な解像度高いやつだと、うん、アルピーヌって分かるじゃないですか、うん、だから それぐらいもう見えてる世界が違うから、うん、まあ、だから分かってる人もたくさんいるし、はい、いや別に戦略だけじゃんみたいな、だからそういうふうにみんなが解像度上げていけばこう手のひら返しってなっても、いやいや何言うとんねんお前ほちゃうんってみんなが思えば、別に手のひら返しした人が恥ずかしい思いをするというだけで、まあ、いいんじゃないですかね。みんながもうちょっとこう解像度上げていくと、解像度上がるとやっぱいろんなことが分かるからもっと楽しくなるんですよね、うん、レースが ね、 そうね。だからそこの解像度を上げていくためには、まあいろんなやっぱりこう知識をまた養っていかなきゃいけないんで、はい、そのためには、そのためにはエヴァンライブのオンサイトに入っていただくと、はい、まあ、深く考えなくてもそこの記事を読み漁るだけでも、うんうん、気がついたら、うん、いつまにか詳しくなって、詳しくなっていくっていうね。じゃあそのためにやっぱ太郎さんが詳しくならないと、うん、お前そうね、お前それ見とるんやろっていう全然解像度深くなっとらんやんけっていう、うん、何年やっとんねんと、うん、で、太郎さん病気です最新の情報は残らない、うん、そうそう残らないって、だから残らないからこそ常に見ていかなきゃいけないっていう、だから有料顧客ですよ、やめられない、うん、やめられないだって忘れちゃうんだからもう常にこう見てなきゃ忘れちゃうんだから、うん、まあまあでもそういうことなんでね、はい、まあ、どうしてももう今のこう F1 のレースっていうのはそのこう上面だけではこうやっぱ楽しみきれない、もたないですよっていうとこまでこう来てるんで、うん、なのでその手助けをするのが F1 ライフですから、はい、もちろんその動画だけを見漁っていただくのも構いませんし、うん、もう一歩、うん、もう一歩知りたいなと思ったら、うん、まあ、動画はねどうしてもこいつに合わせてくれてるんですよいやだから一歩としてはいい、だから多分自分はもう太郎を超えたなと思ったら次本サイトなんですよ、なので、うん、太郎何言ってんだと思い始めたらもう本サイトですよ、うん、そういう方たちはこう動画からこう離脱して、うん、こうより深いところでねお楽しみいただいて、うん、たまに見るとまたこいつやってるなみたいな感じで、まあ、エンタメとしてねこちらをお届けしているところが、はい、なのでまあ今回の件もなんか多分ホーナーさんもこう日本のファンの方が自分のことをもうケチョンケチョンに言われてるって多分びっくりすると思いますよ実情を聞いたら俺なんか角田嫌いになってるんだけどみたいな角田嫌いってことになってるわ、日本一人で歩くなって言われたんだよこれどういうことかなみたいな、いやまあ好きではないけどさみたいなっていう状態だと思いますんでね、うん、そうですね、でもアルコンじいさんだって俺はダミ声なのかってそれは太郎のせいだよわしは広島ジャケーのって言われちゃったよ、うん、あれは太郎さんが勝手にやってるだけですから皆さんね、まあ、皆さん分かってるからね、本サイトの方は広島弁にはなってないですからいやだからね、本サイトの方もまあそのマルコさんのコメント、はい、F1 の世界に残りたいなら立ち並ぶけどいけないっていうコメントが随分辛辣な印象だったかもしれないですけど、うん、僕もそのコメントスポルティーバにも書いちゃったから、はいはい、書いてました、なんかマルコさんが突き放してるみたいに思ったかもしれないですけど、うん、でも実際に言われたから書いたんでしょ、はい、うん、でもそれもやっぱり言ってるニュアンスは、うん、はいはい、立ち直らなきゃいけないよねもちろんって、うんうん、F1 世界に残りたいんだったらなっていう、うんうん、それって
当然勇気は立ち直れるって思ってるから言ってるんですよ、はいはいはい、うん、で F1 の世界に残りたいんだったら立ち直るってのはこれは当たり前だと思ってるから、うん、マルコさんなりにそういう風に言ってるんで、うん、まあ、立ち直れない人にはそんなこと言わないから、うん、まあ、そこはもう分かった上で言ってるな、うん、ある種温かい言葉だなとは僕は思いましたけどね、うんうんうん、まあ、当然そういう厳しい世界だからねっていう意味で、うん、まあ、だから、いや角田分かってるよっていうところで、要するに F1、 このままじゃ F1 の世界残さないぞって言ってるわけじゃなくて、うん、F1 の世界で生きてくんだよねもちろんっていう、うん、だったら当然立ち直れるよね、うん、実際今までも立ち直ってきてるしねっていう話なんで、うん、別にそん なんか大したことじゃないっていうか、うん、だからポジティブに考えればいいんですよ。だからその立ち直れる、だから立ち直れなくて困ってる11番もいるだろうっていうだからホーナーも、うん、マルコさんも、うん、ペレスのこともやっぱ聞かれてるから、はい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 、ペレスのことも語ってるんですよ、はいはいはい、でもどこにも載ってないでしょ、載ってない、うん、まあそんな話なわけですよ、うん、なのでね、ちょっと心配されてた、うん、皆さんもね、そんなことはないですよと、いうことなんで、はい、これを機に、ね、だからアズマスポーツとかガテさんとか見なくてもいいんじゃないですか、うんうん、まあ、ちょっと東さんはちょっと、うん、まあ、ひどいよねって言っても、まあ、それだけまた皆さんが、ね、コメントつけちゃうんでね東さんはもうなんか今回のあれもそうですけど、こういうこたつ記事がありましたっていうこたつ記事だから、うん、そうだね、うん、まだせめて現地で取材した人の絵がこういうふうに言ってますだったらまだ許せるけど、うんうんうん、こたつ記事のこたつ記事だから、うんうん、もう2時3時4時ぐらい行っちゃってるから、うん、まあ、海外の情報、まあ、ゴシップ感想記事を、うんうん、報道っていう名目で、ね、どこどこがこう言ってるっていう、うん、ている そのメディアも聞いたことないけどみたいな、うん、何でしたっけ、ドイツのワトソンでしたっけ、ワトソン聞いたことない、初耳やでそれっていう、うん、誰の助手だよみたいな名探偵か、本当にもうね、あずまくん何とかしてほしいですよ、ね、もう本当に本当に腹立たしい、ね、うん、あのね、こういう時もまだこうポジティブにね、はい、いやいや大丈夫ですって頑張れっていう方向だったらまだ F1 ファンの多分支持は得られると思うんですけど、結局まあそれじゃ PV 稼げないっていう、こうやってなんか煽った方が稼げるっていうところで来ちゃってるから、まあ結局はもうその自分たちのが稼がんかなで、要するに F1、 彼らにとって F1 は自分たちの畑じゃないから、ここを耕してここをたくさん稼げる場所にする必要がないっていう、僕らにとっては F1 は自分たちの畑だから一生懸命耕していい作物が実るようにしてるわけじゃないですか、一生懸命一生懸命。でもあの人たちは外から来て、今ちょっとここ稼げそうだなってガーってこの畑荒らして、稼げなくなったらまたいなくなるから、やっぱ畑、こっちの畑の人間からするとおおって感じなわけですよ。そうだね、でもそれにこの畑の人たちがみんな乗っかっちゃってるから、うん、ちょっと よろしくないなと思うんですよね、うん、はい、ということですので、うちの畑から出てけって、うん、本当に、もやもや一緒に耕すんだったら全然ウェルカムなんですけど、うん、そうだね、うん、ということですね、皆さんね、スイカ泥棒みたいなもんですよね、うん、もやもやされてた皆様もね、はい、正しい記事たくさん、あの概要欄からリンクで、うちは角田がダメな時は本当にダメだって言ってますからね、はい、ダメじゃない時にはダメじゃないって言いますし、うん、ダメな時はダメだって言ってますから、うん、はい、普通に忖度とかしてないですから、うん、ということで角田がピンチっていうことは全くいや、まあ、ピンチはピンチだと思うんですけど、まあね、残り5000円がピンチっていう話で、別に今回の結果だけでどうじゃないですか、うん、次でまた角田君がいい話、いい走りしたら、うん、また手のひら返りますから、帰ってまた元に戻るだけですから、はいはい、うん、まあ、そのぐらい簡単に帰るっていう、本当に、うん、まあね、これはもうどんなスポーツでもあるあるでございますから、はい、ということで、あの生温かく見ていた、ね、見守っていただければと思います。うちコーナーでスピンしたからといって今までの、ね、18戦が変わるわけじゃないんだからそうなんですよ、その18戦も全部評価してらせりゃいい、どんなことも努力の積み重ねですから、お前はその目の前のレースしか覚えてないんかと、うん、どこの太郎やという話ですね。そう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 、ね、自分自身がこう人生で目の前の起こっただけで、ね、ひっくり返されたら困るんでしょっていうはい、ということでございます、はい、ということで、うん、まあ、とにかくみんなこう冷静に行こうや、どんまいバチコイと思った方、ええー、また今時バチコイ言わないよねと思った人はチャンネル登録はい、ファンライフのクッションとか、雑貨とかいろいろ、ファンライフのグッズはファンライフすずりの指定から、 T シャツ&パーカー、ファンライフ公式ストアから、ありがとうございました。